この佐賀の、この佐賀の素晴らしさ、農業や漁業、ちょうど稲刈りの真っ最中だし、そして有明海のり、種付けの真っ最中でした。その手を休めて、多くの方々が手を振っていただきました。また、私をここまで復活させていただいた多くの医療関係者、福祉関係者の皆さんも、夢が夢を染めるんだな、夢が夢を染めるんだなというふうに思います。力いっぱい頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。